今回は九条にまつわるスカッとを2本ご紹介します。最初のお話がこちら。母の手術費用を父が盗んで出て行った。それから数日後、嫁と連絡がつかん。今から葬儀だよ。すると父が、私の名前は彩香。私が幼い頃からギャンブルに依存し母をずっと苦しめていた。母が風邪をこじらせ肺炎になり、入院した時も父はずっとパチンコに行っていた。父は働いていたが、転職ばかりしていたので定着せずにいた。最近ではそんな父の転職歴がちゃんとしていないし、年齢のせいかどこも正社員として雇ってくれなくなったため、今は派遣で短期の仕事を繰り返し、首の皮一枚ってところだ。父の収入が減るとその分母がパートを掛け持ちして働くようになった。それからしばらくすると父は、家にお金を入れなくなり母の目を盗んでは家から勝手にお金を取るようになった。最低の父親だった。私はそんな父が大嫌いだった。母は父がお金を入れてくれない中私を育てるために必死になって働いてくれた。そのおかげで私は、なんとか奨学金を借りて大学に行くことができたし、無事卒業して他県でだが就職することもできた。母を置いて家を出ることに不安がなかったわけではないが、母は私の就職を喜んでくれていたので母に気負いさせるわけにもいかず、私は地元を離れ一人暮らしを始めた。そんな母に私はずっと疑問を抱いていた。どうして母は離婚しないのか、その理由は後になって知ることになるのだが、母はいくら私が聞いても理由を教えてはくれなかった。私が就職して3年後、母が病気になった。久しぶりに実家に戻り、母の顔を見た時驚いた。すっかり痩せ細っていたのだ。お母さん、どうしてそんなに痩せちゃったの？風邪をこじらせて肺炎再発しちゃったの。でももう今は薬飲んでるし、解放に向かっているから心配ないわ。気丈に振る舞っていた母だったが、ふっと母が飲んでいる薬を見て何の薬を飲んでいるんだろうと思いこっそり調べてみると抗がん剤だったことがわかった。私が母に問い詰めると母は重い口を開き、自分が癌であることを告白した。お金がなくて手術も受けられず、かといって入院する費用もなく、自宅で抗がん剤を飲んで治療をしていたそう。どうして早く言ってくれなかったの？お父さんは、何をしているの？父の姿はなく、どうせパチンコにでも行っているのだろうと思ったが、なんと父は母が癌だとわかると出て行ったそうだ。父が家にはお金を入れないので母は生命保険に入る余裕さえなかった。そのためこの先、癌で医療費がかかるし母が働けなくなるとわかると。金食い虫とは一緒に暮らせない。そう言って真っ先に出て行ったそうだ。そして母はこんなことも話してくれた。母は父との離婚を考えなかったわけではないということ。ずっと以前から離婚したいと考えていてある時父に話したところ母は失神するほど殴られたらしい。そして目が覚めた母に父は、もう一回離婚って言ってみろ、次は彩香を同じ目に合わせてやるからな。と父に脅されたそうだ。これが母が父と離婚できなかった理由だった。母は私をかばうために何十年も我慢して父と暮らしてきたんだ。私は涙が溢れて止まらなかった。それですぐに私は、母に恩返しをしようと思い、貯めていた貯金をすべて母の口座に振り込んだ。そして母に手術を受けて治療に専念してほしいと説得したのだが、母は私のお金を使うことにためらいがあったようで。これは彩香が必死に貯めたお金、だから自分のために持っておきなさい。お母さんのために使うことが、私の望みなんだよ。母はそう言ってもなかなか治療を受けてくれなかった。私はどうやったら母が治療を受ける気になってくれるか悩んだ。そんな時、父がやらかした。母が病院に行っている隙に勝手に家に忍び込み、部屋を荒らして通帳と印鑑を探し出し持ち出したのだ。口座の中には私が母の治療費にと渡したお金が150万入っていた。私は父に問い詰めた。あの通帳の中のお金はお母さんの治療費なの、返して。お前が渡したのか？通りで大金が入っていると思ったよ。どうせ、あいつは長くない。治療するだけ無駄だ。それに俺も病気なんだから助けてくれてもいいじゃないか。はぁ？お父さんも病気？貧血病なんだ。この病はお金さえあれば治るから、どうせ治療費渡すなら治る見込みがある方には渡した方が有意義だろう？ふざけないで。とにかくこのお金は、俺のものだ。そう言うと電話は切れた。結局父からの連絡はまた取れなくなり、母の治療ができなくなった。借金して母の治療費に充てようとしたが借金だけはしないでほしいと母に懇願され、どうしようかと悩んでいるうちに母の容態が急変した、返してしまった。
母は気丈に振る舞っていたが、母の体はもうボロボロだったのだ。それから1ヶ月後、私はずっと母を救えなかった絶望に打ちひしがれていたが、金を使い切った父から連絡が来た。なあ、家が空っぽなんだが母さんはどこかへ引っ越したのか？もうお母さんはいない、あんたのせいでお母さんは死んだよ。はあ、死んだ俺のせいじゃねえよ。あいつが勝手に死んだんだ。それよりお前150万も持ってるんだったらもっとお金持ってるんだろう？もう親は俺しかいないんだし、父さんを助けてくれよ。冗談じゃない、あんたなんか地獄に落ちろ、私に二度と顔見せないで。本当、生意気なやつだ。そう言って電話が切れた。どうして自分の父親は、こんなにクズなのかと思って泣けてきてたまらなかった。そんなある日私にある人から連絡が来た。それは父方の祖父母だった。祖父母とはほとんど交流がなかったのだけれど話を聞けば、祖父母も父のギャンブル癖には悩まされていたそうで、そのあまりのひどい借金に長い間絶縁状態だったそうだ。ただ今回母が息子のせいで死んだことを知って連絡をくれたのだという。そして必死に貯めた貯金の150万円を父に取られ、最愛の母を亡くした私に祖父母はあることを言ってくれた。もともと祖父母には親から受け継いだ資産が多少あったらしいが、ろくでなしの父に資産を残すわけにはいかないと死後は寄付をするつもりだったそうだ。だが、今回母が亡くなり何もなくなった私に生前贈与として財産を残したいと言ってくれた。私は別に遺産が欲しいわけじゃなかったので祖父母からの提案を断った。今更そんなお金を持っても母は戻ってこない。だが祖父母たちは自分たちの息子のせいで母が死んだことに対する償いがどうしてもしたい。そして唯一の孫である私にもらってほしいと何度も話をしてきたので結局祖父母の願いを聞き入れる形で受け取ることにした。とはいえ、自分の人生は自分で切り開きたいので祖父母のお金に手をつける予定は今のところない。ただ正直、これで父に一矢報いることができるのではないかと思った。父は稼ぎ手だった母が亡くなり、私の貯金も使い果たすと借金地獄になり、どうにかして祖父母から金を取ってやろうと画策してきた。どうやらおばには私が難病を発症したから金がいると言ってきたらしい。だから祖父母は嘘だとすぐにわかり、すぐに連絡を取ったが私のピンピンしていたことや生前贈与で遺産を渡したことを話した。するとその事実に父はぶち切れ、私に連絡してきたのだが、その時にはもう私はすでに行動していた。実は祖父母から遺産を受け取った後、必ず父が私に連絡をしてきて遺産を取り戻そうとしてくるはずだから逃げろと言われていた。私はもともと海外支部で働きたいと現在の会社に就職先を決めたのだったが、ちょうど海外支部への転勤の事例が降りた矢先だった。父は電話するなり私に、お前親父たちに遺産もらったんだってないか。よく聞け、その遺産はもともと俺のものなんだ。一銭でも使ってみろ、警察に届けるからな。とまくし立てた。何言ってるの？もともとこの遺産は、祖父母が寄付するために残しておいたもので決してあんたのものなんかじゃない。あんたみたいなろくでもない人間に祖父母は遺産を残したくなかったそうよ。うるさい、黙れ、その遺産は俺のものだ。俺に権利がある。どこだ、見つけ出して奪い取ってやるからな。覚悟しろ。ああいうの忘れてたけど私、もう日本にはいないの。だから探してもいいけど世界中を探してね。はあ、日本にいないってどういうことだ？そんなのあんたには関係ないでしょ。とにかく日本にはいない、それだけ。じゃあもう連絡してこないで。ああ、ちょっと待って、切らないでくれ。わかった。父さんと暮らそう。父さんも心を入れ替える。だから日本に今すぐ帰ってきてくれな。お金が目当てなのバレバレなんだけど残念だけど諦めてね。さよなら。クソ、俺の金返せ。祖父母がそのうち死ねばその遺産は全部自分の懐に入ってくると思っていたようだが、もうそれは無理だとわかり、発狂したが海の向こうで暮らしている私は何も怖くない。幸運なことに私の職場も知らないし個人情報になるので万が一バレても会社側が私の住所を漏らすわけがない。それから私は携帯も変えた。祖父母には一応連絡先は伝えたが父からの電話は一切受け付けていないそうで。風の噂では借金がかさみ家も何もかも取られた父は路上生活をすることになり、ひっそりと暮らしているようだ。ろくでもないクズの父親にはぴったりの末路だと思った。続いてのお話がこちら。娘よりも俺を大切にしろと勝手なことを言う夫。ある日、誕生日に娘にプレゼントを渡すと夫がキレたので、他の全員で一緒に切れ返した結果、その日私は子供と夫と3人でキッズスペースで遊んでいた。
娘はそこで知らない子と仲良くなって遊んでいたんだけど、相手のパパも優しそうで、うちの娘が懐いた。そこで私が夫にねえ、ほらみんな他のパパに遊んでもらっているじゃん、遊んであげてよ。夫はゲームをしていて、私の言葉を聞くと携帯を片手に、あい、こっちおいでと言う。その時娘は、その子とおもちゃで遊んでたんだけど、夫の言葉を素通りして向こうのパパのところにおもちゃを持って行って、これで遊ぼうと甘えて新しいパパと呼んだりしていたので、さすがに話してすいません、と謝った。そしたら夫はどこかに行ってて、娘の相手は、私がして遊んでいた。しばらくして夫が帰ってきて、帰り際、遊んだ親子との別れが寂しくなった娘は友達と一緒に帰りたい、と号泣しちゃって、引き離すのが大変だったけど、私が車まで連れてきて抱きかかえてきたら、急に夫が怒鳴って娘を力いっぱい叩いて、とっさに私が変わったが間に合わず娘の頭にヒット。子供に何するのよ、頭おかしいんじゃないの。娘は夫に殴られ、さらに泣き、夫はドアバンしてラーラー怒鳴り続け、外出し恥ずかしいし何切れてるこいつ状態。確かに娘はわがままだったから悪かったけど、そこまで怒るなよってドン引きというか怒りでいっぱいになった。帰りの車の中はもう最悪、夫はイライラして、車の運転は荒すぎるし、娘は家に帰るまでずっと泣いていた。そんなに怒ることって思ったけど、どうやら夫は娘が帰り際にわがまま言ってダダをこねたことじゃなくて、他人の男に娘が新しいパパと言って自分を無視し懐いたことが許せなかったぽい。あまりにも器小さすぎて呆れたわ。子供が遊んでいる最中スマホをしていたカスパパのくせにさ、以前私が新しい男性歌手を好きになって浮かれていたら、別の小さなことを持ち出して突然同じような切れ方したことがあった。普段夫は、おとなしいからあんまり気にしてなかったけど、やっぱり嫉妬で切れるタイプのようだった。どうして娘に手を挙げたんだって話をしたんだけど、嫉妬で切れたのは、認めなかった。夫曰く、娘がギャン泣きして恥ずかしいから叱ったんだと、娘の方にも都度、パパが悲しむからそんなこと言っちゃダメと叱っていたんだが、反抗期で親の言うことの逆を従い、あまり変わらずというか普段から、パパ、嫌いふん。パパも愛ちゃん嫌いふん。愛ちゃんよりその子の方が好き。すごいいい子だし。とかやり合っていて、その延長で新しいパパがいいみたいに言うようになったんだよね。これくらいの時期はイヤイヤ期だから仕方ないって言っても、幼稚園の娘と張り合って嫌がらせのようなことを言ってくる夫には前々から引いていたんだけど、脳内ガキだから子供と同レベルでやり合う。ある別の日、ひな祭りの塗り絵を子供と一緒にやったんだけど、夫が自分が塗ったのを壁に貼り付けて自画自賛して満足げだった。普通子供の春よね。とはいえ、娘はまだ幼いし、言って素直に聞いてくれるなら苦労はしない。だからこそ父親である夫の方が大人になってそれなりの対応をする必要があるって言ってるのに、こっちもわからない子供じゃない分余計立ちが悪かった。一人じゃ持て余すので、同じ年頃の子供を持つ友人に相談してみたんだけど、いや、おかしいでしょ。どう考えても旦那さんがおかしい。私もそう思う。子供に手を挙げて怒鳴りまくるってやばいって。しかも自分がおかしいことにも気づいてないやん。ってことはこれからも同じようなことを繰り返して切れて非を認めないってのが続くってことでしょ。うん。だから正直離婚も考えてて、でもすぐにはなかなか。子供をこれから育てていくにはお金もいるし、そのためには弁護士を雇って夫からちゃんと叱るべきお金を請求しなきゃいけなくて。うちの知り合いに弁護士さんを知ってる人がいるから聞いてみようか。ほんと？うん。すぐにはあれだけど連絡するから、待っててよ。ありがとう。こうして私は夫との離婚を考えたが、それを悟られるとまた娘は私に切れて手を出されると危ないので普段通りに振る舞った。そんなある日娘が誕生日を迎えた。夫と娘は誕生日が近いこともあって毎年合同で誕生日をしてた。だが今年は娘がお遊戯会で主役に選ばれたこともあり、また両家の両親の予定があったこともあったので、今年は愛ちゃんの誕生日私たちも参加していいかねと言われたので、はい。愛もたくさんの人にお誕生日をお祝いしてもらえて嬉しいと思います。と言い、誕生日会をすることになった。もちろん夫の誕生日も合同だが、当日は両家の両親が皆のためにプレゼントを買ってくれてケーキまでそれぞれ用意してくれた。すると夫は機嫌が悪くなり、今日は俺の誕生日も含まれているのが分かってないのかとブツブツ。仕方ないわよ。みんなそや、愛の方を祝ってあげたい気持ちわかるでしょ？こんなところで切れたらせっかくの誕生会がめちゃくちゃになると思い、私は必死に夫をなだめたが、
いや今日は俺の誕生日も含まれているのに愛の誕生日だけを祝うのはおかしい。いやいやおかしいのは、あんたの頭だよ。どう考えたって子供が先でしょうが。もともと最初に合同誕生日会をしようと言い出したのも夫が提案したものだ。だが今日ぐらいいいじゃないかと私はもう呆れてしまった。その後も夫の両親たちの買ってきたケーキを見比べ、ほら、俺のケーキの方が大きいぞという始末。もともと二人分だから、大きなケーキを注文してたからそれは大きいのは当たり前。両家の両親たちもポカーンって顔してる。するとそこにチャイムが鳴った。あ、そうそうそう言えばカズヤが来てくれることになっているのよ。カズヤというのは義弟で保育士をしていることもあって娘がめちゃくちゃ懐いている人物だった。おーアイちゃん大きくなったなぁ。ほらプレゼントだよ。やったぁ。娘は義弟にもらったカチューシャを嬉しそうにつけてみんなに可愛いって聞いて回ってた。嬉しい反面なんだか嫌な予感がしたのがすぐに当たることになった。どうやらもともと義弟は、義母から娘がカチューシャを欲しがっているという情報をリサーチしていたようで。娘は義弟にべったり、すると夫の顔つきがみるみる変わって、おいあいこっちへ来いと怒鳴り出した。ちょ、何を言ってんだよいいだろう。別にあいちゃんが、ここに座りたいって言うんだから。よくないお前は愛の父親じゃないだろうが。と義弟に切れて殴りかかり、母親たちは悲鳴を上げ、夫は無理やり娘をひっつかみ、お前は俺のそばにいるんだわかったか。と鬼のような形相で娘を怒鳴りつけた。当然娘はわーあーと泣き出し義父はぶち切れ。お前は何をやっとるんじゃ、カズヤに謝れ愛を話さんかと夫につかみかかった。そこにうちの父も参戦し、夫はようやく取り押さえられた。そこから誕生日は一転して、義弟に愛を連れてどこかに行ってもらうことに。カズヤくん、ごめんね。せっかく来てくれたのに。いや、俺こそ兄さんがごめん。そして二人が出て行った後、家族会議になったので私は先日のこと、今日のこと、そして実は離婚を考えていたことを正直に話した。すると夫は当然ブチ切れ。ふざけんな離婚なんて絶対許さないからな。と私につかみかかったが父がかばい義父が夫を殴りつけに大抱きし、それは俺のセリフだ愛を殴っただとこの人間のクズが、お前には愛の父親である資格はない。離婚を言い渡されても当然の報いだ。このバカ野郎がと怒鳴った。それでも夫は俺は何も間違ってないお前らが差別をするからだろうが。と暴れて、夫は義父の手によって義実家に返された。私は夫が怖いので友人が紹介してくれた弁護士に依頼して両家の両親が全面的にバックアップしてくれ。夫と離婚、慰謝料までしっかり払わすことに成功した。それから私は、実家に戻ったら義父は夫を感動したと聞いた。義母からは謝られ娘が成人するまでは支援をさせてほしいとお願いされたのでありがたく受け取ることにした。義両親や義弟はとてもいい人だったしね。一人になった夫は自分が悪くない離婚したのは全て私たちのせいだと会社の同僚たちにも暴露し、ドン引きされ周りに誰もいなくなり孤立していると聞いたが当然の結果だと思う。